ロードレース、自転車競技。自転車競技における、ロードレース、とは、主に舗装された道路を自転車で走り、ゴールの順番や所要時間を争う競技である。走る距離は短いものでは、数キロメートル程度、ステージレースの、いわゆる、プロローグラン、長いレースでは1日で300キロメートル弱、ミラーのサンデモなどにも及ぶ。どのレースでも、個々の成績を争うため、基本的には、 個人競技であるが、上級カテゴリーのレースでは、複数人のメンバーが役割を分担して、チームが定めた目標達成のために走るため、ほとんどの場合、団体競技の様相を呈するのが特徴である。ロードレースの最も単純な形態は、ワンデーレース、ツイタチで終了するレースで、個人がゴールの順番を競うというものであり、これは、 アマチュアレースや小規模なレースでよく見られるタイである。しかし、プロのレースやアマチュアのレースの中でも大規模なものでは、ワンデーレースだけでなく、ステージレース、複数日行われるレースも加わり、チームがメンバーの誰かを勝たせるために走ることが多い。ジャージやヘルメットには、ユニフォーム広告が入っているため、 たとえ勝利につながらなくても、序盤から積極的に先頭を走るなど、印象深い走りを見せた選手には、関東賞が与えられる。また、メディアへの露出が多い有名なレースで見せ場を作る。ことは、チームにとってもスポンサーの宣伝になるため、タイトルに絡まない選手やチームであっても、時に有力な選手やチーム以上の走りを見せる場合がある。大きなレースでは上記に挙げた。 関東賞だけでなく様々な賞が設定されているため、すべての選手が優勝を目指して走るのではなく、個人やチーム単位で、いくつかの戦略目標を設定し、それに向かって各自が最善を尽くすことになる。結果として、クランツールをはじめとする大きなステージレースでは、個々の選手の思惑や意地、チーム単位での戦略が絡み合い、さらに刻々と変わる気象条件や、落ち者、 選手の微妙なコンディションの際などの偶発的要素も、それらの戦略目標に大きな影響を与えるため、極めて複雑な頭脳戦の予想を呈する。ロードレースに参加するチームには、サッカーのクラブチームにおける1部リーグや2部リーグのようなカテゴリーがあり、参加できるレース、できないレースがある。詳しくは、UCI ワールドツアーチームのカテゴリーを参照のこと。 ロードレースの競技規則は国際自転車競技連合 UCI によって決められている。全選手が一斉にスタートしゴールの順番や所要時間を競う。通常行われるレース形式であり、ロードレースというとこの競技方法を指している場合もある。TTT チームタイムトライアル一定時間ごとにチームの全員が出走しチームごとのゴールタイムを競う。 チームの打ち規定の順番、1チームの定員によって異なるでゴールした選手のタイムがそのチームのタイムとなる。ITT、インディビジュアルタイムトライアル。一定時間ごとに選手が個別に出走し、ゴールタイムを競う。レースにおける距離、ステージの構成やポイントの配分などは、レースの主催者が決定している。ステージレースでは、一般的なマスドスタート以外にもタイムトライアルの、 ステージが設定されることがある。ステージレースでは、時に個人、時に、チームで、その日のゴールの着順、最終的な所要時間など、各種の総合成績など、いくつかの目的のために走る、ことになる。例えば最も有名なステージレースである3つの、グランツールでは、勝利を争う主体は、個人及び、集団、チームであり、争われるのは、ステージごとの着順と、 最終的な走破時間及び、終わり的な獲得ポイントであり、といういくつもの賞をめぐる争いが展開される。ワンデー、ステージ各レースを一つのシリーズとしているもの。各レース成績優秀者にポイントを付与し、そのシリーズ全レースが終了後に付与された、ポイント最上位の選手が優勝となる。女子については、世界選手権。 夏季オリンピックの権威が強く、ワンデーレースの年間シリーズ戦である UCI 女子ロードワールドカップがそれに続く形となっている。一方、グランドブークル2009年限りで休止やジロローザといったステージレースが存在するものの、選手一人数との力量差が大きすぎ、シリーズ通じて盛り上がりに欠けることからスポンサーがつきにくいのが現状。したがって、 国際自転車競技連合の相対評価も低い。各チームには AS とアシストという役割分担が存在する。ロードレースでは走行中の空気抵抗による体力の消耗が非常に大きい。プロのレースにおける巡航速度は平均で時速 40km であるが、これは風速秒速1 1ルの向かい風を浴びているに等しく単独で 走り切って勝利するのは困難である。そのため、必然的に集団を形成し、他の選手を風よけにして、体力の消耗を減らすなど、選手間で協力することも多い。その際は、数人から十数人の選手が、順番に戦闘を交代しながら走り、他の選手の体力回復、心拍数や ATP、CB エネルギーなどを助けるという戦術が取られる。 スリップストリームも参照。戦闘交代は必ずしも同じチーム内で行われるとは限らない。例えば大集団から抜け出した異なるチームの選手たちは逃げ切ってステージ優勝するため、あるいは各種ポイント賞争いを有利に運ぶために、ゴール直前までは交代で戦闘を走るのが普通である。しかしこうした逃げ集団の中に、 個人総合優勝や新人賞に絡みそうな有力選手、またその選手と同じチームの選手が入っている場合、彼らは余計なタイム差がつかないように牽制するのが目的なので、戦闘交代には参加せず、体力を温存する。また、逃げている集団を追いかけるために、後続集団に残ってしまったチーム同士が協力して、戦闘交代をし、速度を上げて追い上げることもある。 ステージ優勝争いから総合成績争いまで様々な思惑や戦略が絡むのが戦闘交代である。戦闘交代で述べたようにライバル同士であっても当面の目的が一致した場合は越同集状態で協力し合うのがロードレースの最大の特徴である。しかし競技の序中盤にかけては一致団結して走っていた選手たちも終盤に差し掛かるにつれ 各チーム内し選手ごとの思惑の違いから様々な駆け引きが発生してくる。例えば、逃げ切り優勝を狙っている戦闘集団なら、どこでアタックをかけて相手を出し抜くかで腹の探り合いが始まり、追撃する集団ではゴール前で競り合いになった時に有利な場所を確保するための桶、取り合戦が起こるなど、このように状況の変化に応じて生まれる。 選手同士の多様な駆け引きがレースに強い緊張感を生み出し、それが魅力の一つとなっている。競技時間が3から7時間と非常に長時間にわたるため、水分や栄養を補給しないままだと脱水症状やエネルギー切れの状態になって競技が続行できなくなる危険が非常に高い。そのため選手たちはロードバイクのフレームにボトルホルダーを取り付けて、水や スポーツドリンクなど各種飲料を入れたボトルを携帯したり、レーシングウェアの背中につけられたポケットにパン、菓子、ゼリー飲料などの機能性食品、小型缶の炭酸飲料などを入れておいて走りながら適宜補給する。競技中に固形物を摂取するというのはトライアスロンのアイアンマンなどごく一部を除くかの競技には見られないロードレースの大きな特徴である。プロレースではこうした 補給用の飲料や食料は選手自身が携帯する他にレースで並走するサポートカーやあるいは補給エリアにスタンバイしたチームスタッフからサコッシュ、サコックフランス語で肩掛けの鞄や袋を指す。英語圏ではミュゼットと呼ばれると呼ばれる肩掛け型の袋に数種類を入れて随時供給されレース中にはアシストの選手が大量のボトルを背中などに入れて チームメイトに配って回る姿がしばしば見られる。サコッシュを受け取った選手は、サコッシュからウェアのポケットなどに補給食を移し、サコッシュは捨ててしまう。なお、空になったボトルやサコッシュは、道端に捨てられることが多いが、これは沿道で応援するファンへのプレゼントにもなっており、チーム側もこれを見越して、チームロゴやマークを入れたものを使用している。 袋の作りや材質そのものは頑丈ではなく、縫製も非常にいい加減である。ただし周囲にファンのいない場所で捨てられたボトル等は単なるゴミになってしまうため、近年では環境保護の観点からボトル等の無制限な投げ捨てに対する批判も一部で高まりつつあり、フランスの地方レースなどでは空になったボトルや補給食の包装等をレース中に投げ捨てなかった。 選手に対しエコロジー賞を用意するケースが増えている。また近年ではコース中でゴミを捨てて養い区間が一部に限定されている場合もある。ロードレースには何種類かの典型的な展開がある。本節ではステージレースで最も頻繁に見られる展開の各段階を解説する。ロードレースには正々堂々と戦うための紳士協定として選手間に 暗黙の了解事項、不分律が多数存在している。ロードレース選手で特定の成績を上げた選手はレース中それに応じたジャージを着なければならない。また、着用が義務となっている場合が多く、レースで着用をしなかった場合に罰金などの鳴る手を課せられることがある。ロードレースにおいては以下のようなジャージが代表的である。 ステージレースのリーダーチャージには胸部に A4 サイズの白い枠が設けられている場合がある。これは、ジャージ該当選手のチーム名、チームロゴを入れるためのものである。一つのステージが終了し、ジャージ該当選手が確定した後、白い枠の部分に消化インクで、チーム名、チームロゴを共同印刷したシートを載せ、プレス機で熱転写を行うことで、ジャージにチーム名、 SIM ロゴをプリントする場合によってはステッカーで済ませる場合もある。自転車ロードレース選手一覧も参照のこと。小説楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。